はい、今日の配信のテーマは、こちら、表現の自由というね、ちょっと今日はテーマを決めてのトークをさせていただこうかと思います。いいね、ありがとうございます。ですね、表現の自由というのはですね、私と、ある程度こうね、付き合いの長い方とかはね、こうご存知の方も多いかと思うんですけども、私は結構こう自分の、作品制作とか、ね、イベントを作る上において、表現の自由というものに強いこだわりとプライドを持っておりまして、で、内心多分一緒にやってる人は時々めんどくせえなって思うぐらいのね、割とこだわりが強い人間、割とというかかなりこだわりが強い人間、じゃあどうしてそんなに表現の自由というものに対して強いこだわりを持っているのかっていうね、なんかそういうそこにいたら私が思う表現の自由とは何か、そしてどうしてそういう考えに至ったかとか、そういう話をねしていけたらと思います。何かしらね、気軽にこう気になることとか思うこととかがあったら気軽にコメントとかしていただけると嬉しいです。はい、表現の自由を大事にするっていうのは、どういうことかと言いますと、まず原則表現、絵でも映画でも小説でも、パフォーマンスでも、漫画とかでもね、こうあらゆる媒体問わず、その表現においてね、最も尊重されるべきなのは、作者の作った人間のね意思であって、その作者の表現したい気持ちというものは最も大事にされ、そしてそれは容認されるべきだっていうの、それが基本的な表現の自由というものに対する考え方です。で、ここで前提として原則論としてこう勘違いしていただきたくないのは、誰かへの中傷とかね、誹謗中傷とか、いわゆるヘイトスピーチとか、そういうものはね表現の自由ではないと私は思っております。島田月さん、いらっしゃいませ、こんばんは。いつもありがとうございます。今日は表現の自由というテーマで投稿しておりますですね。ちょっとね、ここのところ結構混同されてしまうとちょっといろいろとややこしいことになってくるのでね、表現の自由はあくまで尊重されるべきではあるが、それは誰かを傷つけないというね、それが大前提にあってのことというの、私の思う表現の自由というのはそういうところです。こんばんは。なんか顔の絵文字が素敵。どうしてそんなに表現の自由にこだわるのって言いますと、これはですね、話し始めるととても長くなるのですが、ちゃんと順を追って語ったことってあんまりなかったと思うので、ちょっとね今日はそのあたりを語っていこうかなと思います。お、気になる、ありがとうございます。お、いいね、ありがとうございます。よしで、途中何かしらこうなんか気になるポイントとか、これはどうなのとかってあったらね、全然気軽にコメントいただけたらね嬉しいです。自分こういうことあったとかね、そういうのがありましたら、で、表現の一番最初の原体験になるっていうのはね、バトルロワイヤルっていう映画とあと小説がありまして、それがものすごく流行ってたね時期がありまして、それがちょうどね私が中学3年生の時、結構ねこれ有名な作品ですのでご存知の方も多いかと思いますけども、中学生一クラスがこう殺し合いをするという内容で、この小説がねすごい大好きで、たまたま本屋で買って読んですごい面白くて、で映画化するって聞いてね、ものすごく楽しみにしていたんですけども、なんかこう内容が過激すぎるっていうことで、なんかいろいろと批判を受けて R 指定、結局15歳未満は見れませんっていうね形になってしまって、
まあ、当時中学生賠償ふざけんなよおかしいだろうってね、まあ思ったんですけども、まあただまあその時はね、まあもうまだ中学生ぐらいなんで、ちくしょうっていうくらいでね、そんなに表現の自由とかそういうものに対して深く何かしらをね考えることというものはなかったんですけども、一番最初の体験っていうのはねここにかかってくるのでですね、ちなみにねこのバトルロワイヤル翌年、中学3年の年は R 指定でちょうど我々は見れなかったんですけども、高校1年の年の春になんか卒業おめでとうってポスターに書いて、この特別編っていう形で再び上映をしてね、いただいてね、それで無事見ることができたんでね、いや、ちょっと映画会社とかのね、そういう粋な計らいにね、すごい感動しましたね。本当に粋だよね、本当そう、そうなんですよ。いいなって、もうこういうことできる人になりたい、そのね、企画とかで。おめでとう、ありがとうございます。花束もらっちゃってて、卒業おめでとうってはね、そうそう、結構それ言った人多いんじゃないかなって、ね、そうなんですよ。多分ね、僕ら世代は、まあ同級生はね、もちろん中3で見れなかったんで、結構かなりたくさん見に行ってですね、まあかなり当時はすごい話題になってたんで、でも見れなかったって人多かったんでね、かなりそれ行った人多かったと思いますね。観客動員数とかもバトルロワイヤルかなり当時の映画では多かったと思うんで、なんだろう、逆にそのね、いろいろ不遇というか問題になったのをうまくこう転換してヒットにつなげた感じがね、すごいいいなって思いますね。すごい。本当ね、かっこいい、いや、本当かっこいい、なんかもうそういうことできる人ないです。思いついても、なかなかやらないパターンって多いと思うんですよね、そういう感じ、そういう、特にそういう感じで問題になったりしたら。作者はね、作者というか、監督さんは、深作監督は、中学生にね、中学3年生、主人公たちと同じ世代に、一番見てほしいって言っていたんで、やっぱその世代に見てほしいっていう気持ちが強かったっていうのもあったと思いますね。やっぱこう、まあ、大人になってもう一回見返した時は、ああ、まあ R 指定なまあ限り R 指定にしたい人の気持ちもわかるかなとね、ちょっと大人になってみると、ただそれを踏まえてもやっぱでも同世代にあれを見ることに意味があるとね、思うので、そこのところはね、やっぱ、あと、生首、そうそう、生首ありましたね、こう、口に手榴弾入れて、ガシャーンとか、結構、そうそう、えぐいシーン、そうそう、目から流血、ね、ラストの桐山が爆弾でやられた時の、そうそう、なんか、当時はね、意外とあんまり思わなかったけど、なんか大人になってみたら、おうってね、結構思うシーン多かったんでね、なんか、やっぱ年を取ると見え方が違う映画ですね、と。あ、島田月さん、500いいね、ありがとうございます。もうすでに早速500やったぜ。ですね。そうだ、そうそう。だからね、年を取ると見え方が違う映画だからこそ、やっぱり中学生は中学生の時に見ておく映画かなとはね、思いましたね。改めて見て思い、やはりですね。こう、まあ、バトルロワイヤルでそういう体験をしつつ、割と表現の自由というものに対してね、決定的に考える機会になった作品が、高校の時にありまして、過激だからもあるかもしれないけど、大人目線で見ると真似してほしくないっていうのあるかも。そうね、よくね、なんだろう、帰省する時とかで大人ね、よくある、子供が真似したらどうするんだっていうのはね、よく
言われるし、わからなくもね、ないんですけどね。まあまあね、あれですけど、我々、そうそう、子供が血を流す事件はあってほしくないもんですよ。まあね、エアガンとかでね、バトロワごっことかしてたんでね、まあね、しないよとはね、あんまり言えない立場ではね、あるんですけどね。なんだろうね、逆にああいう作品見ることで、なんだろうな、そういうの良くないよってね、思えばいいんですけど、まあまあ子供はちょっとね、そこまで思わない場合っていうのは確かにあるんで、そこすごい難しいところでありますよね。なんかね、まあ大人から見るとね、そういうとこはね、だってかっこいいもん。そうなの、そうなのね。キアヌとかね、めっちゃかっこいいとかってね、思ってたんでね、まあ、わからなくもないですね。そういう意見も、そう、大人目線だとそう見てしまうのもね、わからなくもないですけど、そこは親の教育じゃないかなって思うんですけど、まあね、ちょっと難しいところですね、その辺は。まあ子供はね、真似しないよ、真似しないよとね、思ってたんですけど、昔は。いや、子供は真似する、真似する。子供はね、悪いことはね、どんどん真似するんでね。だから、そうそう、私はバトロは年齢制限賛成派ではないけどね。そこなんですよね。真似するとも思うし、まあ、影響がね、ないとはね、言えないから難しいけど、ただ規制は違うんじゃないかなってのが個人的な意見でね、ちょっとその辺難しいですよね。またね、自分はちょっとまだ子供がいないんで、自分に子供がいる立場とかだと、また全然違うかもしれないですね。やっぱ子供ができるところ、やっぱ子供にはこれ見せたくないよってなるかもしれないし、そこのところはね、ちょっとそういう立場とか、あれによってね、見え方が全然違ってくるとこはあるかなと思いますね。微妙なところね、本当微妙なところではあると思うんですね。またこのね、まあ難しいところは、こう監督さんは中学生に見てほしいって言ってるところなので、記念すべき1000いいねは島月さんでした。ありがとうございます。すごい、もう1000いいね、やった。親目線で考えると、自分を大切にしてほしいから見せたくないって人はいるかもね。そこはね、まあ多分ね、自分が親になるとそう思っちゃうタイプかなとね、思うんですけどね。なんか子供にクズだみたいに言ってた気がするな。そうそうね、あれはね、なかなか本当ね、そういうのを鵜呑みにしてほしくない。子供の頃はね、子供に感情移入してね、生徒目線で見てた。大人になるとね、ちょっとビートたけしのね、先生役にちょっと感情移入してしまうね、難しいところだよね。だからね、ほんと年によって見え方が違う作品なんでね。まあでも R15 ぐらいだとね、まあ16歳なら見れるんで、まあそういう意味で言うとありなのかなって思ったりはしますね。この中学生というリアル同年代が微妙なとこだとはね、思うんでね。小学生に見せるには早いかなみたいなって思うんで、まあまあ難しいところですね、その辺は。ですね。で、あ、そうです。バトロワからの、表現についてね、一番考える流れになった作品が、まあ、中3でバトロワ見て、で、高1ぐらいの時に、ゴーマニズム宣言っていうね、漫画がありまして、小林よしのりさん作の、お坊ちゃまくんとか書いてらっしゃる方の。で、その中で、自主規制とか表現規制についてのね、回がありまして、まあまさに漫画の中で、これは書いちゃいかん、差別用語だから使っちゃいけないとか、これはエロいから使っちゃダメとか、なんかそういうのについて、なんてバカバカしい規制があるんだみたいな感じのを書いた回があって、まあなんだろうね、そういうこう、なんだろう、言葉とかがの
意図とか関係なく、もうこの言葉は使っちゃダメとか、この表現は使ってはいけませんみたいなのが出版業界とかにはこうあるっていうので、まあそれこそね、あのヘイトスピーチとか抽象表現はねいけないとね、私は冒頭に言った通りね思うんですけども、ただその言葉自体をどう使っているか、まあその意図が、まあ誰かを傷つけるためにこれは書いたものかそうでないかっていうのは、こう文脈を読み取ればわかるはずだとね。でもそれが関係なく、もう例えばこれはね差別用語だから使ってはいけませんっていうとか、そういうなんてバカバカしいんだみたいなことを、まあ小林よしのりさんがこう自分の実体験をもとに漫画家の中でいろいろあったっていうのを書いてらっしゃって、でまあ自分自身はまあその時は、うん、まあ、この世の中そんなことがあるぐらいなんだなっていうぐらいのもんだったんですけども、その後、まあ、あのこのゴーマニズム宣言の表現の話とかをまとめた中で、あのなんかね差別論スペシャルっていう、なんかブラック差別とかをまとめたこの単行本があって、でそれが学校の図書室に置いてあってね、それ読んでこうで、ゴーマニズム宣言はすごいいい作品だって思ってたので、あの自分図書委員だったので、その時にその差別論スペシャルについてのこのあのおすすめ図書みたいなレビューを書いたりねする時があったんですけども、その時にその差別論スペシャルについて書いて、今ちょうどなんかね人権教育とかがあった時期だったんで、けどこの、まあ、既存の人権教育ってあんまり面白くなかったりするんで、ちょっとその辺突っ込みつつこの本のレビューとかを書いて、でなんかこう差別の本質とは何ぞやとかってね、そういうことを書いたんですけども、でまああのちょうどで図書の先生は、なあこれすごい、あいい面白いと思って言ってね、図書委員のこうなんかね冊子みたいなのに載せてもらったり、ホームページに載せてもらったんですけども、なんかねそれをその内容が、人権教育の先生がなんかそれに対してちょっとね文句言ってきたらしくて、で結局なんかこれは下げるって形になってしまって、いやまずこうはぁって、これが自主規制かって、漫画の中で書いてあった自主規制を、それ読んでそれを書いたらリアルで高校生のみぞらで体験することになってしまって、これが割と自分の中のね最初、まず一番の表現規制であり表現の自由について考える結構大きな出来事で、シンクロニシティも本当にね、いやこんなことが世の中あるんだねぐらいに思ってたら、あったし、思ったより身近にあったしっていうね、本当なんかいやそういうねことがあって、でね結構これが自分の中で大きく、まずドカンとこの世の中には表現規制というか自主規制というバカバカしいものがあると、そしてそれはこうなかなか抗えない人が多いんだっていうね、ねちょうどね図書委員はねいろいろ愛と幻想のファシズムのレビューを書いた時もね、ちょっとねこの表現はちょっとやめてくれみたいにね言われたことがあったんでね、そうですね図書委員は結構そういう体験思い起こすと多かったですね。いや思えばだってその本は図書室に置いてあるのに、でその内容過激な作品ではあるとは思うんですよ。ただそれ図書室に置いてあるって生徒誰でも読めるわけじゃないって、でその内容を書いレビューしたらそれ過激だって言われて、ね、原文を置いてんのはいいのってね、なんかまあわかんないねっていう、ね、おおってもう本当におおってのね、まあ図書の先生はね仲が良かったというかすごいお世話になったんでね、あんまりまあ当時も自分も子供だったんでね、あまりまあごねて迷惑かけるのもあれだったんで、ね、そこでガンガン戦うっていうことはねあまりしなかったんですけど、まあ、自分の中で結構こうザクッと刺さるようなねあれが体験でしたね。まあそのレビュー読んでみたい、
どうだったかな、どっかにね、パソコンで売ったから、もしかしたらどっかにあったかもしれないです。なんかちょっとね、もしね、探して出てきたらね、何かしらでちょっとこう読める状態でアップしたりしようかなと思います。確かにね、うん、確かどっかなんかあった気がする。いいね、はい、ありがとうございます。本当にね、こう、ただ愛と幻想のファシズムとかゴーマニズム宣言はね、あの、またこれはこれでちょっと新しくね、こういう形でレビューというかね、語る会はね、個別で作ろうかなとはね、思ったりはしますね。こう自分の中でやっぱり大きい出来事ではあったので。谷山中学生の文集はちょっとそう思うと恥ずかしいね。ちょっと読み返してちょっとよ、外へ出すに値する文章だったらちょっと外へ出すかもしれないみたいな。まあでも子供の時の文章とかになると逆に一周回って気にならない、一周回ってありだったりね、することもありますね。そのレビューと比べて発表すると面白いかも。ああ、確かに今とやっぱ見方が、思春期はちょっと過ぎた時期ではありますが、まだちょっとそれ引きずってる時期なんでね、それとこの今の年とで見方ってやっぱバトルロワイヤルと一緒で全然違うと思うので、全然関係ないけど、中学の読書感想文を岸優介の小説で書いた時ことって賞をもらったことあったなって今思い出して、あの岸優介さんってね、あの人肉化け、人が化け物になって人肉食うような話とかねばっかり書いたりしてるような方なんですけどね、でもなぜか本質的には大人になっても変わらないですよねって、まさにそれ本当にね、変わんないんすよね。影響を受けたものとか影響の受け方とか。ショーすごい、いや、ありがとうございます、うん、いや、ちょっとね、褒められるとね嬉しい、うん、いや、そうだよ、 今思うとこう、ようショー取ったなっていう、こう大体読書感想文ってなんかあの課題図書みたいな、なんかあのね、昔の純文学とかばっかりがね多い中でね、うん、あのクリムゾンの迷宮って作品です。よかったらね、面白いんでね、読んでみてください。あの岸優介さん、私すごいね好きな作家さんなんですけど、あの初めて読んだ小説ですね、岸優介さんの、クリムゾンの迷宮ですね。こうゲーム、あ、バトルロワイヤルと似た感じのデスゲーム小説、あ、そうそう、スナッフのやつ、クリムゾンの迷宮、スナッフのやつです。これぜひ、多くの方に、ね、読んでほしい作品ではありますね。それはまたえぐい、そうそう。でね、よく、まあ、っていう昔からちょっと、問題児じゃないけど、そういう子供でしたね、はい。谷山さんがレビュー書くのはえぐいやつが多いんですね。うん、そうね、そうっすね。レビュー書くのがえぐいやつっていうかね、読むのがえぐいやつが多いかもしれない。うん。そうね、そんなん。それな、カエルちゃん。そう、それな、えぐいやつばっかり。うん、読むのがえぐいやつ。そうそう、本当に特にね、中学生ぐらいは、中高生の時はそんなんばっか読んでたからね。まあ、子供に悪影響がどうこうとかって言える立場じゃないですね、自分はもう。分かるって、本当に。ただ逆に考えると、読んでもね大丈夫だよ。だってね、私はね人殺してないもん。こうそのなんか真似して同級生殺したりとかねしてないんでね、大丈夫だよ。もう俺が同級生殺したりしてないなら、普通の子供はもっと大丈夫。え、谷山さんは大丈夫なのかな。多分ね、大丈夫じゃない。谷山さんはね、大丈夫じゃない谷山さんだけど、大丈夫じゃない谷山さんが、それでも人は殺してないから、大丈夫。社会的には大丈夫じゃない疑惑。そうなんですよね。そうなんだ。表現規制の話をしたときに、だってあんなの子供に読ませたら、
あんたみたいになるでしょって言われたらね、一番反論に困るやつなんですよね、自分的には。うん、まあ、でも独立して自分で食ってるから大丈夫か。そう、そうそう、意外と人生なんとかなる。うん、めっちゃ笑う、もう本当に。いい、本当ね、笑えるけど笑えないよね。そう言われると、うん、まあそうそうっすね、すんませんって、ね、あとは表現規制は反対とかって言うけど、表現規制ちゃんとしないとあなたみたいになるからダメなんだよって言われたら、まあでもね、でもね、これはね、あえてね、はっきり言っておきますとね、私がおかしいのは私のせいです。作品のせいじゃないです。もう生まれた時からね、脳みそがね、おかしかったんです、私は。作品読んでこうなったんじゃないんですよ。そこはね、はっきりとね、しておきます。自分の責任。記念すべき2000いいねは島田月さんでした。ありがとうございます。もう2000いいね、やったぜ、うん。私がおかしいのは私のせいです。もう本当にね、いや、そこはね、ちょっとね、ちゃんとしとかないとね、そういうことね、誰のせいでもない。俺自身の脳みそさっていうね、やつ。お、ピカコさんいらっしゃいます、こんばんは。お、いいね、ありがとうございます。今日は表現の自由というね、テーマについて語っております。表現の自由、表現規制とかについてね、なぜ私が表現の自由にこだわるようになったかとか、そういう感じの、について語っております。お、なんだかんだ順風満帆な人生じゃないですか。まあ、そうですね、今のところね、なんだかんだあって、順風満帆です。お、あ、アキさん、いらっしゃいませ。こんばんは。はじめまして。お、いいね、ありがとうございます。私、谷山亮と言います。映画、映像制作とか、イベント業などをしております。はい、あ、こんばんは。深い話。はい、はい、今日のテーマはですね、表現の自由というものについて、ちょっと語っております。よかったら、こう、なんか、ご意見とか、あ、こういう経験あるってやったらコメントとか気軽にいただけたら嬉しいです。むしろ俺みたいになるなんていいだろうって言ってほしい。うん、まあね、それはね、言いたいね。うん、俺みたいになるならいいじゃないかって。ただね、ちょっとね、まだ胸を張ってそれはね、言えない。ですね。言えばいい。言ってもいいかもしれないね。うん。まだか。うん。ちょっとね、まだ微妙なライン。もうちょっと、自分的にもうちょっと胸を張って言えるようになってからそう言いたい。そうですね。ね、結構、途中からね、来られた方が増えてきたので、今、表現の自由というテーマで、私は活動の中で表現の自由というものをすごくこだわったり、プライドを持っているんですけども、なぜそうなったのか、そしてどういうものが私の思う表現の自由とは何かとかについて語っておりまして、まあ子供時代からいろいろとそういうね、表現規制、この作品はダメだとかって言われたとかって話を今していたところです。まずはあんたみたいになるでしょうって叱られるとこから始める。そうですね、まずそうですね、そう言われる立場にまずなってからですね。おお、ありがとうございます。なんでしょうね。なので表現とかなんかそういうのについて思うこととかね、いろいろあったら気軽にコメントいただけたら嬉しいです。ちょうどあのね、バトルロワイヤルとゴーマニズム宣言の話をちょっとしていたところですですね。学生時代はそんな感じで、こう本のレビュー書いたら怒られたっていうね、ちょっと、うん、っていうのがね、自分の中の原体験の一つとなっております。はい、で、そして時は流れ、谷山少年は、お、私は人生が自由です。あ、いいですね。人生が自由、素晴らしい。とても素晴らしい。私も自由や人生に憧れだす。憧れます。というか、とてもね、自由な感じで生きていますし、これからもそうやって生きていきたいと思います。自由人仲間で仲良くしてくれたら嬉しいです。まずプロフィールの方をちょっと見させてもらいましょう。日中は時折お散歩、夕方は気まぐれでお絵描きをします。あ、いいですね。お絵描きいいですね。あの、私もこう、
絵を描くのがね好きです。本のレビューを書いてに3回来られることはなかなかないような、ないっすよね、図書院でそれ書いて、うん、お、記念すべき50番目のコメントはねうさんでした。お、ありがとうございます。もう50番目のコメントする、あ、今日いいね、ありがとうございます。お、キリオメメ自由人です、いいですね。谷山さん、表現の自由って絵を書いてましたよね。あ、そうですね、はい、ちょっとこれ私も絵を描いてて、こういう先ほどねコメントいただいた表現の自由というタイトルの絵が、厳密にはこれチラシ用で一部切り取ったものなんですけども、私谷山キネマという屋号でいろいろ活動しているのですけども、これが私が描いた絵で、まあこういうちょっとなんか過激だなようなエロいようなそういうのも描いたりしています。違う感じもね描いたりはしています。おありがとうございます、うん、いいです。なんかこう反応もらえるとね嬉しいです。お、3000いいね、秋さんでした。お、ありがとうございます。3000いいね、いい、いいや、やったですね、そうですね、この表現の自由のテーマを語るときに、これせっかくなんで今このタイミングでちょっとねこう話しようかなと思います。お、デジタルいいね、いいね、そうですね、こう基本ペンタブでこう書いてることが多かったです。で最近たまに絵の具書いたりとかいろいろ挑戦しています。ですね、これは CG で書きましたで、ね、まあ、こちらタイトルが表現の自由というタイトルの絵ではあるのですけども、まあちょっとこれ旭日旗とか鍵十字とかちょっとエロティックなお姉さんとか、まあ主にこの世間的に表現規制に引っかかりそうなもの、まあ、こうね脳みそあったりちょっとグロテスクだとか表現規制に引っかかりそうなものをあえて全部詰め込んだ絵で、こういうね作品においてそういうタブーはないんだぞっていう思いを込めて、描かせていただきました。でなので、私のこれチラシなんですけども、屋号とチラシでこういうところ、まあ、これをメインビジュアルで活動している中でこう自分の中で表現の自由というものに対するこだわりというものを前面に出しているそういう絵です。お、ナイス、ありがとうございます。コアラ、コアラちゃん、コアラのマーチ、深い絵ありがとうございます。いただけるとね嬉しいです。結構、うん、自分がこれが30歳の時に描いた絵で、まあ、30歳人生の節目に何か一枚作品を作ろうという思いでこれね描かせていただいて描いた絵なんですけども、それからずっとこういう活動のメインビジュアルとして使っております。デスコアラのマーチ、デスコアラ、遊戯王、リバースで手札でかける400、今手札2つだから800ダメージ受けたかもしれない、ゴールデンベアマーチですね。そうで、このそうですね、この絵の中でね、こう旭日旗とかハーケンクロイツとかねあると思うんですけども、そうね、表現の自由の話する中でちょっとこういう話もしようと思ったんで、せっかくなんでちょっとそっちの話に行こうかな。まあいわゆるねハーケンクロイツとか旭日旗ってなんか政治的なモチーフで、世間様的にはなんかやっぱねこんなん使ってるな右翼なのかとか民族派なのかとかさとよく言われたりねするんですけど、おコアラとコアラの日の丸、素敵、いいね、ありがとうございます。いいな、これ感じ、この絵文字のコメント、うん、です、まあ、でもねこういう日の丸じゃなくて旭日旗とかハーケンクロイツとかってでもなんか政治的と言われるけど、いやなんかそういうの関係なしに自分はかっこいいと思うんですっていうのもね、まあ軍服とかすごい映画とかでね軍服とか出てくるのすごい好きだったん でミリタリーとかハマってた時期もあった、まあ、でただまあやっぱねそういうするとね周りの中学生ぐらいの時にミリタリーとかにハマってたんですけど、周りの大人どもはね嫌な顔をするんですよ、ナチスとかね。そうですね、旭日旗は自衛隊のやつですけ、そうですね、自衛隊も使ってますけど、あの旧日本軍の頃から、日本軍の頃からっていうか、もともとはあの江戸時代ぐらいから使ってるもんなんであれなんですけど、
なんか日本軍が使ってたから、なんか戦争の時に日本軍の陸軍がこれ使ってたから、ちょっとなんかそれがどう、ああやこうやとね、国際的にアジアの人たちに対してちょっと軍国主義の名残じゃないかとかって言われたりして、こういうのを掲げるのは右翼だみたいにね言われることがあるんですけど、いやでも意外とあれなんですけど、現在進行形で自衛隊ってまだ使ってるんで、何も日本、昔の日本軍に限定したものではね、決してないんですよね。そうそう、軍隊のもの、戦争、攻撃的なやつだみたいな嫌がられ方ってことですね。お、アキスさんの、お、日の丸コメントありがとうございます。お、ねねさん、初見さんいらっしゃいませ、こんばんは。私、映像制作や、ちょっと絵を描いたりとか、そういう活動をしています、谷山亮と申します。今日は表現の自由というテーマで、ちょっと投稿させていただいていますので、もしよかったらコメントとかしていただけたら嬉しいです。何かね、何かちょっと感じていただけたり、あ、こういう経験あったよとかってあればですね。メモ字素敵ですね、いいですね。なんかこう、コメント欄、こうやって絵文字とか飛び交うといいなと思いますね。私、配信始めてまだね、1週間とちょっとぐらいなのでね、こういう感じで盛り上がってくると、すごい嬉しいです。まあ、攻撃的なやつだからみたいな嫌がられ方というより、まあなんかね、ナチスとか、この旭日旗は、やっぱ、人が死ぬからっていう、まあなんか、まあ韓国とか中国とかがなんか昔日本に侵略されたから、これはにアジアに対する差別的なヘイトだみたいに言う人がいるみたいでね、そんなことはねえだろっていう、いやまあその一部ヘイトスピーチみたいなことしてる連中がね、これを旗を振りながらやってたりするのもややこしくね、なるね、問題ではあるんですけど、まあね、先ほどもちょっと言ったように、現在進行形で自衛隊でも使ってる旗なんで、別にそういう差別的な意味は全くないんですけど、一部のね、ごく一部の方々でそう感じる人がいるっていうので、ちょっとタブー視されている。ややこしいですね。まあ、本当そうなんですよ。で、しかもね、じゃあみんなそう思うかっていうとね、そうじゃなくて、本当に一部だと思うんですよ。っていうのもね、私はね、昔スクールカーストで文化っていうのがあったんです。お、文化。スクールカーストって、嫌な言葉というか、暗い記憶を呼び起こす言葉よね。ちなみに私はもうぼっちっていうところ、いけてないやつ、底辺を指してます。完全に私はね、文化の位置でしたね。私は文化です。あ、仲間って言っていいか分かんないですけどね、こう底辺っていう中で、いや、なんだろう、まあ、その分類だと、私の頃はね、スクールカーストって言葉ね、まだなかったんですけど、後々のそういう世界だと確実にそうね、文化とか、なんかそう、オタクとか、そういう位置。そうそう、でも文化自体は悪い言葉ではない。そうですね、もう全然逆にいい。そうそう、なんかそれを思い出しました。そうです。意味はね、オタクいいのにって、そうですよね。私もね、どっちかというとオタク、どっちかというとというか、確実にオタクの側の人間なんで。ねえ、なんかね、ね、時代。まあ、なんかね、オタクとかが排他的にされてた時代が、今はちょっとわかんないです。今はなんかまだ違うのかもしれないですけど、そういう時代がね、我々の頃は。たりして、でもオタクはオタクでなんか集まってね、コミュニティというかできてましたね。お、記念すべき4000いいねは島田月さんでした。ありがとうございます。お、4000、今日なんかこうガンガンいいねついて嬉しいですね。お、キリオメメ、お、すごい。なんか嬉しい。ちょっとテンション高めなんでね、変な言動したらごめんなさい。それこそ表現規制的にアウツな言動を、ね、してしまったらね、ごめんなさい。まあね、で、このね、ナチスとか、まあまあ、日本軍とかはね、いいか悪いかで言うとね、まあまあ、悪いですよ。悪いですけど、それは、
それでとして軍服とかかっこいい戦車とかかっこいいもんはかっこいいじゃないかって、でなんかそれは分けて考えたらいいじゃないかってね思うんですよ。なぜそれができないのかみたいな。だって軍服のデザインかっこいいよっていうのと、じゃあナチスの思想を肯定するよってはね、全く別の問題ではあるので、ね、そういう思いも込めてね、こうあえてこういう文字を使ってます。バラバラ、いや本当に変な発言にしちゃうかもしれないです。私ね、本当ね、言っちゃいけないことポロってね言う人間なんでね。お、ありがとうございますですね。いやいや、こちらこそありがとうございます。お、ガルパンを鮮烈に感じる人いたのかな。あ、結構いたみたいです。あのね、ガルパンブームの中で戦車の展示みたいなのを自衛隊協力でやった時に、そのなんかそういう人たちから苦情が来て、なんか取りやめたのかな、やめなかったのか分かんないですけど、そういうことはあったみたいですね。戦車道って、そう、いたんだ。お、そうそう、本当にあったの、そんなバカバカしい話が。それはそれで楽しいです。やった。いや、もう本当ね、言っちゃいけないことポロポロ言うのがこの配信、私のルームの売りとかになっていったらとね、売りになるか分かんないですけど、そう、そうですね、茶道、華道の仲間のように戦車道がある。そうそう、本当にね、まあ、まさに剣道とかと一緒ですよね。ってフィクションですって言ってるのに。お、アキさん、お、イケメン、イケメンありがとうございます。やった、嬉しい、うん、イケメン、イケメンありがとうございます、うん、お、また来ます。はい、ぜひぜひ、ほんとまたいつでも、大体ね夜の時間帯に配信していることが多いんで、よかったらまた覗きに来てください。ありがとうございます。ほんと嬉しいです。ご新規の方にこうやってね、いろいろコメントいただいたりして、ね、まあ本当ね、そう、まあまあこういう感じでね、軍隊というか軍服の絵とか描いたりして、まあなんでしょうね、そうそう、最近だとあれですよね、欅坂のこう衣装が問題になったとかね、ちょっと前ですけどあったりとか。あきさんありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。いや、ありがたい。なんかこういう濃い話してるときになんかちゃんと聞いてもらえるとすごいね、嬉しいですね。なんで今日結構思い入れがある話なんで、今日来てくれてる人たちみんなね感謝ですね、本当に。そうそう、欅ってもともと軍服モチーフのような、そうだそうなの。だからね、なんかね、軍服の中でもナチスは特別 NG っていうね感じなんですけども、ただなんだろうね、ハロウィンだったじゃないですか。ハロウィンって悪いやつのコスプレするもんじゃないですか。ドラキュラとかさ、悪魔とか、じゃあ悪いやつって前提だからいいんじゃないとかって、ね、思ったりしたんですけどね。まあなんかそういうね、ちょっとナチスは特別にデリケートなとこがあって、ただね、それもあんまり好きじゃないんですよ。なるほど、斬新な意見。うん、着眼点を変えるとね、そうなんですよ。そうだって、ね、ナチスって悪役の魅力だと思うし、でなんだかんだね、うん、ハロウィンが悪を演じて発信するの面白いと思う。ああ、そうっすね、確かに。あんまり発信したことないや。なんかずそういうもんだとね思ってたんですけど、意外となんか、まあまあ最近のハロウィンってなんかよく分かんなくなってきてんでね、なんとも言えないとこあるんですけど、基本悪魔とか妖怪とかなんかね、吸血鬼とかの格好なんで、もう悪いもののお化けとかの格好するって。なんでね、やつらは悪魔だって言ってるようなもんなんで、全然賛美してない。考えたことなかった。血とか破れたとかね、そうそうそう。ちなみに欅さん、あのあと衣装変えて出た時が、あのモスグリーンの軍服がに血しぶき散ったやつに変えてたけど、個人的にはあっちの方がやべえんじゃねえのって思ったんですけどね。いや、とてもいいと思いますけどね。そうそう、血はいいのが。しかもモスグリーンの軍服ってあれもなんかドイツ軍
ぽい感じだったけど、ね、え、あれはいいの、黒服はいかんのっていうね、まあ、よくわからん、よくわからないでね、まあ、そもそも、まあ、ナチスの思想はいかんよっていうのはね、当然あれなんですけど、日本人がナチスの思想的にナチスなわけないんですよ、もう。だってジャパニーズだもん、白人じゃないもんっていうね。ライブで歌われる演出したって聞きました。あ、らしいですね。なんか そこだけ映像でちょっと見たことありますけど、すごいですよね、アイドルとかのイメージ、既存のアイドルのイメージとね全然違う感じで、私はねすごい好きです、欅坂、ね、冒頭のバトラーもですけど、ライブも映画に近いですよね。映画でありならライブもありじゃないか。そうですね、いや私もねそう思います。逆に言うとコンプライアンスで言うとライブの方が緩くてもいいぐらいだと思います、ね、こう映画よりリアルイベント、その場にそれを好きな人だけが見に来るっていう前提なんで、演劇は、もう演劇もそうですね、多分今一番過激な表現とかが一般的にも出されるので演劇かなと思いますね、こう人間が表現する中だと。こう小説とかの、小説と演劇がやっぱ一番表現の過激さはね強いと思います。映像の方がきついのか、制限が、そうの、そうですね、テレ、おそらくテレビが一番きつくて次が映画とかかなっていうので、まあそこなんですよね、自分が表現の自由としておかしいなと思うのは、結局そのね、この制限って何ぞいやっていうのは結局とてもね曖昧なもので、いわゆる自主規制っていう領域なんですよね。こうだから法律的にこれはやってはいけない表現ですよっていうのは確かにね一定数は存在する、あの無修正のこう性器は見せちゃいけませんとかそういうのはね一定数は存在はするんですけども、法律でアウトですっていうのは意外とそんなに多くはないんですよ。基本もう自主規制なんですよね、全部表現の規制っていうのは。確かに見たくなくても見ちゃうのはテレビが一番確率が高いのか。そうですね、テレビは公共の電波っていうことで、まあ、ある程度その質というかそういうものを保つ義務っていうものはねあるみたいなんで、一概なかなか難しいんですけど、ただテレビの規制とかも放送法でその規制が決まってるわけではなくて、独自のテレビ局が勝手にやってる基準ではあるみたい。無修正がダメなのがよくわからん、本当にね、これって割と異常というか、日本だけみたい、日本だけかは分かんないですけど、そのねアダルトな大人が見るものでも修正がかけられるのって基本的に日本は特殊みたいって聞きましたけどね、海外は無修正がとかも OK のとこも多いみたいで、記念すべき5000いいねは島田月さんでした、ありがとうございます。お、記念すべき100番目のコメントはねうさんでした、いいねもコメントもガンガン伸びてきてね、いい感じですね。お、谷山さんは何でかご存知ですか。ね、あのこれはちょっと軽く見たぐらいなんで正しい情報かわかんないんですけど、イエーイイエーイ、帽子アメーバ、帽子アメーバっていうか宇宙人、うん、いいね、イエーイ、ありがとうございます、島田月さん、はい、あのそうですね、ネットで軽く見た話なんで実際正しいかわからないんですけど、あの基本的にアダルト作品でもこの撮影の際に日本ではセックスはしちゃいけないっていう厳密なルールでは、それはいけないっていうルールがあるみたいなんですよ。多分売春とかにかかっちゃうからなのかな、まあ、なのでモザイクをかけることによって、いやこの下はどうなってるか分かんないですよ、実際やってはないかもしれないですよ、作り物ですよみたいな言い訳みたいな、そのためにモザイクみたいな。で昔は実際なんかその実際セックスせずにその見せないでモザイクで隠して、そういう疑似セックス的な感じのアダルトビデオとかねもあったみたいなん でただまあ今は多分そうじゃないじゃん、実際やってんじゃないのって感じなんですけど、そういうね謎のもうよくわからんね、そうふんわり避けるやり方なのねって、そうなんだよそれっていうね、まあ、まあちょっとネットソースなんでね、どこまで本当にそうかわかんないですけどね、結局日本のね表現
と自由とかのね、そうそう、そういう暗黙の了解というかね、建前論みたいなわけのわからんものがあまりにも多すぎて、もうそういうのがね、取っ払っちまおうよっていうのがね、私のもう表現の自由化っていうのはね、そういうところなんですよね。パチンコもか、そうそう、パチンコもそうっすよね。賭博は禁止なのにパチンコは実質賭博でまかり通っているっていうのはね、おかしな話でね。まあ、なんだパチンコなくせとはね思わないですけど、自分はやらないんでね、好きにやりたい人は好きにしたらって感じなんですけど、だからだったらカジノとかゲームセンターとかで同じことやったら捕まるっていう、そのダブルスタンダードはねおかしいかなと。うん、変なの、そうそうなんですよ、本当びっくり果てなんですよね。同じやり方をでやると捕まるし、ゲームセンターとかってねすごい基準厳しいみたいで、景品もいくら以上出したらいけないとか、なんかねメダル換金したらもうもちろんいけないしっていう、でパチンコ屋は OK っていう、ね、同じやり方してる、変なのっていう、本当ね変な世界ね、本当、うん、本当そうですね。そういう文具、まあそうね、そういうなんか歴史的ないろいろがあるみたいです。ちょっとパチンコの世界はあまり詳しくはないんですけど、なんか歴史的なそこに至る何かがあったようですね。ちょっとよくわからないんですけどですね。まあね、そうそう、まああのテレビのね、テレビの規制がっていうね話に戻りますとですね、その高校を卒業した後、谷山少年はまあちょっと大人になって専門学校にね進学したんですけど、その授業でね見せられた中で放送禁止歌っていうのがありまして、これがゴーマニズム宣言に続いてもう一つ自分の表現の自由を決定づけた出来事で、表現き表違う放送禁止歌っていうのは、まああのテレビで流しちゃいけない歌があるっていう、そのドキュメンタリー、ガガダック、ガガダックありがとうございます。映画、映画、もともとがどうかは分からないんですけど、ドキュメンタリー作品で映画として撮ったのか分からないんですが、テレビででも流したらしいです。テレビで流せない歌を特集したドキュメンタリーなのに、テレビで流したっていうね。まあ、結局、まあ、このドキュメンタリーも、それこそ、ブラック差別とか、自衛隊とか、そういう、の歌った歌とかがいっぱいあって、で誰が禁止してんのって中で、でやっぱブラック差別問題の総本山全国水平社というところ、そこにまで突撃してインタビューしてなぜダメなのかっていうのをしたっていうね、もうかなり硬派な感じのね、攻めた感じのあれで、そうそう、放送禁止をテレビでいいねって、本当いいですね、すごいな、ここなんですよ。これなんでテレビで流せたのっていうのが、その全国水平社の偉い人にどうしてこの歌を規制するんですかって、別に差別的じゃないじゃないですかっていう、でそしたら水平社のそのブラック解放同盟の偉い人は、いや我々はそんなことは言っていない、これがブラックの歌だから歌うななんてことは言ってない、別に差別的な歌じゃないのは分かるし、なんなら我々はこうブラックの仲間とそれを歌ったりしてたっていう答えで、じゃあなぜテレビで流せなくなってんのってなると、そうそう、硬派で過激か、谷山さんみたいね、 ありがとうございます、そう言われると嬉しいな、そういう人、作用現象になりたいって思ってたんでね、そう言ってもらえることすごい嬉しいですね。そうで、なぜなってる、やった嬉しいな、こうやっぱそう思ってもらえた。あ、そう、なぜかっていうと、結局テレビ局が勝手にビビって、いやブラック解放同盟から苦情が来るかもしれないからやめようみたいな感じで、テレビ局が勝手に規制しちゃったっていう、もちろんごくなんか一部のちょっと過激な人が苦情を入れた過去は あったかもしれないっていうことはおっしゃってたんですけど、ただ水平社として公式にそれを使うなと言ったことはないっていう、結局テレビ局が怖がってその
なんか規制してしまったと。そうそう、なるほど、この間も韓国の服の問題がありましたしね。そうそう、あの原爆の T シャツ着てて彼らは出れなくなってしまったと。うん、原爆もね、まあ、いいんじゃない、いいんじゃないというか、まあ、日本人、私はまあナチスとか旭日旗はいいって言ってるから原爆はいかんよとはね言わない、言えないし、別にまあいいんじゃないって本当に思いますからね。なんでそんなことで規制をしてしまうっていうのはね、テレビ出れなくなっちゃうって、まあ、おかしな話よ。みんなが怖がるのに実態がない、都市伝説みたいですね。本当都市伝説がゾワッとした。いや本当、本当そう、本当そうですね。ゾワ、本当実態がないっていうのはでも本当にそうですね。確かに。お、記念すべき5000いいねは島田月さんでした。ありがとうございます。5000、5000来たね、すごい。もうなんならもう今日ガンガンもっと1万ぐらいまでねいけるかもみたいな、ね、いけるかもって私が言っちゃうやつ、ね、こう押してくれるのはリスナーの方だから、まあね、ちょっと押してもらえるように頑張って配信しよう、うん、そうそう、人が生む恐怖は幻想だとスピーチャーでも言いますね。そうなんですよ。このドキュメンタリーのね素敵なところはね、最後にこのね若いテレビ局のお兄ちゃんがねこう途中インタビューとかで、いやもうこんな規制してるやつ俺許せないっすよみたいにさ言ってて、本当そういうやついたら誰っすかねとかねって言われて、誰が規制してるかと思います、絶対もうそんなやつ許せないっすよみたいに言ってたインタビューが途中であって、でその最後にその人のインタビューがもそういう発言がもう一回入った後にこう規制してるのは誰ってテロこう出てって、鏡にカメラ構えてお前だって言ってね終わるんですよね。でこの最後エンドロールでその放送禁止歌って言われてた部落問題のこの部落を歌ったって言われてる歌がエンドクレジットで流れて終わり、わーいいラスト、ゾーッとする、そうそうこれはって思ってね。で結局これはテレビで流せた、なぜならまあ全国水平社とかブラック解放同盟はそれを規制してはいないから。でテレビ局の中でもそういう骨のある、おそらくこれ流してディレクプロデューサーかディレクターかすごい骨がある人だと思いますね。信念と骨がある人がやれば流せるんですよ本当。ホラー映画の演出、そうそうそう、いやいいねっていうね、このオチでこれ持ってくんのはでね、こうだからね、テレビのこので流せないものって幻想なんですよ。テレビだからなってこれはちょっと無理ですってね言う人いるけど、無理じゃない、流すか流さないか。東京の公園に鏡置いてあって人間って書いてあった思い出した、あったあったっすね、あの動物園にあるんでしたっけ、あれなんかね、動物園のこの動物並んでる中になんかそういうのがあるらしいです、鏡があって人間って書いてある、怖い。いやなかなかねブラックユーモアが効いててねすごいいいっすね、そういうの、ね、お前だっていうね。なんでね本当でもね学校の授業の一番最初だったか忘れたけど、かなり初期にこれを見せられたのはやっぱ学校のやっぱなんかそういう表現への意識みたいなのを感じますね、うん、今思うといい学校だったなと思います。専門学校でしたけどこう教育として動物がいる中に鏡を置いてある感じ、 そういうの好きです、いいですね、私もねすごい好きです。なんかね東京じゃなかったかな、同じ動物園どっか別の男の動物園でもなんかね檻があって中入ってね見れる形でねなってて、こう人が中入って記念撮影撮れる場所で、横に人間って書いてあるのがどっかもあった気がする、いい授業かも。そうそうなんですね、高校の時の体験とこの授業で自分はすごい表現についてっていうのを意識を持つようになって、で自主規制というものは基本的に全部このなんだろう、あくまで自主規制なんだっていう、そういうのを再確認させられた形で、なんかハッとするって本当ね、そうですね、意外とこう映像を作る人は見とくべきかもね、本当そうですね、
何かしらの表現に携わる人はすごい個人的にそのゴーマニズム宣言の表現規制の話と放送禁止歌のこの2つはね、ぜひとも見ておいてほしいってことです。特にこうね、自分が一緒に今後やっていく方とかはね、できれば見てほしいな。いい作品、本当にいい作品です ね、 ただね、まあ、正式にこれ進めていいか分かんないですけどね、昔 YouTube に上がってました。ただし多分ね、海賊版的なんでね、 YouTube で見ろって言ったら問題があるかもしれないですけど、多分ビデオ売ってんのかな、 DVD とか。テレビで流したっていうから、もしね DVD とか売ってんだったらそれでね、ぜひとも見てほしいですし、絶版みたいなのだったら YouTube にね、もし上がってたらね、それでも見て、本当に見てほしい作品ですですね。うん、ドグラマグラって気が来るって言われてる小説なんですよ。うん、あのね、世界三大奇書の一つのドグラマグラですね。私読み切ったんですけど、お、すごい結構なんか難解だとは聞きますよね。あの、実は私もちょっとドグラマグラちょうどね読み始めた感じです。読み終わってハッとしてたんです。うん、ね、ハッとする、なんというか正気に戻ったような感覚。あ、そう、なるほど、ね、あ、でもなんかそういう感覚って いいっすよね。あの映像を見た時の感覚に近いかも、すごい。うん、すごい、本当、私は自分をまともだと思ってた。うん、気が狂うって言われてるけど、実は逆に、うん、狂うって狂うだと思ってた。うん、ですね。まともな人が読んで読み終わると狂ってしまうっていう。記念すべき7000いいねは島田月さんでした。ありがとうございます。あ、でもそうかそうか、狂う、読んでみれば正気に戻る感覚がした。逆に、うん、私は狂ってたってことだ。深い、深い、それを思い出しました。すごい深い、ドグラマグラ、うん、いや、でもね、それ近いかもしれないです。結局この今の一般常識で言うと、やっぱなんやかんや使っちゃいけない表現は使っちゃいけないで、これ大人になって仕事でイベントとかするようになっても、もうほんと頭ごなしにダメなものはダメみたいな、どうしてそれがわからないのかみたいに言われる。多分一般の普通の人の感覚ってそうだと思う。でも違う、真理に気づく。でも気づいたらこいつおかしいって、普通ちょっとおかしい人たちからはこいつおかしいって思われる。やばいやばい、ありがとうございます。やばい犬、やばい犬ちゃん好き、ありがとうございます。いろいろこうアイテム投げてもらって嬉しいですね。フラットって無垢ってことだから子供に近いと思う。ああ、でもそうだと思いますね。あの既成概念というか、偏見というのは言い方違うと思うんですけど、そういう既成概念がすごいなんか頭の積もりに積もってしまうと、正しいものって見えなくなっていくと思うんです。結局、まあ、なんだろうな、いや言うてみたいな感覚って大人だとどうしてもあると思うんです。表現でも、いや言うて自主規制っつったっていうのも、言うと文句言う人いるから、ダメなものはダメなんだよみたいなね、人がね結構多いと思うけど、真実をなかなか見つめるっていうのは、ね、無垢ってこうフラットな状態になるってこと。だからね、大人っていうのは狂ってることを指すのか。そうっすね、そうじゃないといけないという縛りを増やしてしまった人たち、それを大人って呼んでいるように見えます。あ、わかる、まさにそれですね。本当、表現に限らずですけど、本当にそうですね。表現とかに関して思うのは本当そうだと思います。本当ね、あのなんて言うんですかね、役人とかが、役人って言い方もあれですけど、役所の人とかがね、小うるさいのはまあしょうがないと思うんですよ。
イベントとか表現に携わる人たちですら、いや、むしろそういう人たちの方がすごいナーバスというか、そういう表現に対して、いや、これは使っちゃいけないとかね、そういうのはやめてみたいな、ガチガチに自分で自分を縛ってる人が多い。だって本当は自主規制なんで、法律でやっちゃいけないという表現っていうのは本当ほとんどないんです。そんな中でそういうことを自ら課してしまっている人たちで、それをが分からない、いやいや、でもこれはそれしてもいいんですよって言っててもね、本当分かんなくてね、なんだろうってね、もう仕事でやってた頃は本当歯がゆかったことが多かったですね。それってものづくりして楽しいのかなって、いや、本当思います。本当に思うんですよ。で、このね、一番ね、問題だと思うのは、よしよし、あ、よしよし、ありがとうございます。たとえし、仕事なら仕方ないって場面ってあるかも。すごいね、なんだろうな、仕方がない場面。まあ、本当にどうし、本当の本当に仕方がない場面ってあると思うんですけど、その人に権限がない場合とか、その権限がちゃんとあるにもかかわらず、いや、これはできないんですよって言われるとね、どういうことだ、お前がいいって言えばいいんじゃないかって、世間に言い訳をするなってね、思うんですよ。世間がダメって言ってるじゃない、それはもうあなたがいいって言うか言わないかだって、責任を世間になすりつけるんじゃないってね、思うんですけどね。なかなか、まあ、そういうことね、テレビ局であれを流す、この骨のあり方みたいなね。そうそう。でも趣味とか独立語とかならあんまり関係ないような。そうそうですね。なんでね、私も独立してからはね、そういうしがらみからだいぶ解放されてね、楽な形にはなりました。まあ、仕事だとね、まあ、どうしてもね、嫌でも実そういうとこあったんですけど。なのでね、表現を追求していき、より自由を守っていく立場にね、それはあなたが決めることですよねって言ってみたらいい。まあそうですね。意外とね、チームって難しいですもんね。本当難しい。考え方が違うとね。割とね、結構そういう、なんだ、芸大とか出てる人でもガチガチだったりするからね、まあなんかわかんないですね。でも意外とね、いろいろとある企画で、県の方と規制の問題で討論というかね、まあ、私が窓口してた企画でね、ちょっと、まあ、妖怪批評官っていう アダルトな企画がね、やった時に問題になったことがあったんですけど、その時に県の方とね、結構もうバチバチに討論したんですけど、県の方は意外とね、分かりました、話が。だからね、役人の方が話が分かるってどういうことだ、あなたはどう思うのって聞いてみたい。そうですね、私はぶつけました。タイトル言っちゃった。いいんですよ。悪いことしたわけじゃないんでね、本当。まさに表現のそういう話で、文句を言われてから結局あれだっただけで、悪いことをしたわけじゃないんでね。結局なんで、本来役所人形立場だったら、この企画多分お取り潰しになったと思うんですけど、まあ結局ね、お取り潰しにはならず、最終日までね、やらせてもらったんで、そういう意味でね、役所の方の方がすごいね、理解がありましたね。そうそう、こんな過激だったかなとは思うけど、いや、そうなの、内容的には何の問題もなかった。ただ、県の金でアダルト企画をするなんてっていう一部のめんどくせえ連中がね、いて問題になったという。そうそう、私自身、批評官のいかがわしさがわからないって。本当、ありがたい判断でした。そうですね、島田月さんも参加されてましたもんね。そうそう、っていうね、なかなか。批評官ってまあエロティックな意味なんですよねって。そうそうですね、まあ、そうなんですよ。だから、なんだろう、批評官って私も行ったことないんでね、ちょっとなんか実際かどうか分かんないですけど、この何て言うんですかね、女の人の裸の人形とか、男性器の人形とか、まあちょっと性文化についての資料とかそういうのを飾ったりしてるのかな？ちょっと実際に行ったことがないんでね、ちょっと断片的な情報ではありますけど、私、批評官って言葉にエロさを感じないから、まあ、そうですよね。私もあんまり、なんでいいんじゃないとはね、思うんですけど、
その秘宝感って言葉に反応して抽象したなら、秘宝感に敏感なね、めんどくさい人たちが反応してっていうね話でしたね、確か、うん、でね、もうまああれはね、いろいろね、なんか税金絡んだね政治的な動きがあったよ、流れがあったようなんでね、まあ、いろいろとややこしい話ではありました、まあ、本当に、ね、妖怪秘宝感についてはね、一枠テーマ組んでね語りたい企画ではありますね。本当にもうあれはいろいろとね、喋りたくても当時喋れなかったことがねありすぎて、あの大人の事情というかね、まあもうやめたんであれですけどね、会社にいた頃はね、俺はもういやおかしいだろ言うぞみたいに思ったけど、いや黙ってなさいって言う、やめなさいって言われてしまってね、まあまあもう1階の会社員だとそう言われてしまうとね、もうそれ以上はねできないんでね、まあもう今はねもうそこもやめたんで、いずれ何かしら枠を作って語ろうかと思っております。でね、まああのここね、今度じっくり、あ本当ありがとうございます、じっくり語らせていただきますですね、そこはですね、ただあのなんていうんですかね、このエロいものをダメだというね人のね気持ちもね、私はね分からなくもないっていうのも、私は割とね昔ちょっとまた別ベクトルで偏ってたんで、卑猥なものなんてあかんって、エロいなんてダメってね、どっちかというとそういうタイプだったんですけどね。まあただね、これ自分の中で結構ね大きな出来事があったのが、そうそうキモいなみたいな、そうそう分かってしまう、あの大阪時代にバイトしてたね、バイトしながら自主映画撮ったりしてたんですけど、そのバイト先でね SM バーで勤めてるお嬢さんがおりまして、女の子が、でね、まあそのこといろいろわけあってというか、別にわけはないんですけど、こうまあ仲良くなって割とお友達になりまして、でなんか最初ね、あまり知らないときはさ、 SM っすか、いや SM やってる人ちょっとあんまり関わらんとこって、ね、正直思ってたんですけど、まあ、実際話すとすごいいい子だったりして、でこうじゃあ一回そのショーを見に行ってみようってなってね、行ったら、まあ、これがねとても素晴らしくて、アートだ、いやすごい芸術的だと、これをなんかそういうなんか偏見の目で見てしまっていた自分が恥ずかしいとね思って、それからねちょっとなるほど、そうそうなんです。でそれからねちょっとそういう表現に対して考え方がね変わりましたね。でまたねそれとは別のあれなんですけど、このね鳥取に帰ってきた後、知り合いが主催するイベントでストリップショーがありましてね、をやってまして、ちょっとそれを見る機会もあったんですけど、そうそう SM ショーだから見せ物だもんね、本当そうですね、もう本当正しく見せ物、本当ね縄で釣ってこうくるくる回ったりとかで、ブラックライトで縄がパーって光って蜘蛛の巣みたいな感じだったりとか、なんかねそういうすごい素敵な感じでね、なんでもしまだ見ね、すごい本当すごいです、見たことない方はね一度ね、なかなかね見る機会がそう多くはないと思うんですけど、見たことない方は一度見てみると良いと思います。あのね SM のショーはなかなかなくても、このバー SM バーとかで多分ショータイムとかやってるお店とかね結構あると思う、結構あるかわからないですけど、その方のねお店はそういう感じだったんで、多分結構あるんじゃないかなと思います。記念すべき9000円には島田月さんでした。9000円、もう1万いったらいいなって言ってたら、もうあとちょっとだ、やったすごい、ね、いやありがたいね、ほんとですね、こうおわっしょいわっしょいわっしょい豚さんわっしょいバイブ、ね、あそうで SM ミーのストリップショーもミーのでストリップショーもすごい芸術的で、あおそらくね人生
失礼。ちょっと思ったより長時間配信になってきて、バッテリーが微妙な感じになってきたんで、ちょっとつなぎます。手持ち、テレン、はい、失礼します。コンセントにもつなぎました。ですね。でまあまあこうね、だいぶ長く語ってしまいましたが、こう、ストリップショーもすごい芸術的で、この SM とストリップショーの経験を見たという経験で、やっぱそういうものに対してのなんだろう意識っていうのがすごい変わって、なのでこうものすごい なんだろうな、こういう言い方するとまた怒られるんですけども、そういう秘宝感だからとかエロいからとかでそこ言う人はやっぱちょっと文化的教養が低いかなとかってね思ってしまって、でまあでもなかなか難しい、理解されるのは難しい世界だと思うんで、そのためにももっとそういう表現をオープンにしていてね、皆さんの身近になっていったらいいかなと思います。お、私がキモいなと思ってたのはいわゆるまだが緩いやつであって、SM やストリップではなかったって大人になって思った。あ、そうですね、私もね全く同じです。本当そうですね。いや、なんか同じような方考えの方がねいると嬉しいですね。本当なかなかねこの感覚ってね分かってもらえないことも多いんですけどね、本当そう、なんかねエロ、文化としてのエロは良いものだ、私生活で性が乱れてるのはよろしくない、よろしくない、まあ、まあ個人の自由と言ってしまえばいい、そうなんですけど、私は好きじゃない、え、分かってもらえないのかと、そうなんですよね、もう世の中が乱れてるなとね思います。ね、こうそういう形でねいろいろと、もっと画面がそしてね、まあなんかこういろいろな形でねこう表現について語りましたけども、あの一番最初にね言いましたけども、あでも作品を好みだと判断する人がいるって、ん、なんて言うんだ、作品を好みだと判断する、んと、どういうことですか。あ、谷山さんなら母音が好きなんでしょ。ああなるほど、あそういうことですね。自分の作品はその人の好み、まあそれはね半分正解、半分というかね正解ではあると思います。ただそれで見える印象が全てではない、だからね、そう、私はまあまあまあね綺麗なお姉さんも好きです、好きです、で軍服も好き、でも戦争は好きじゃない、ナチスの思想も嫌い、嫌いとかじゃない、嫌いじゃなくて日本人ではありえない、で日本軍も嫌い、僕はああいう体育会の世界は嫌いで、ね、お、1万いいね、1万いいね、ありがとうございます。たず1万いった。クジラックス先生ってどんな人なんだろう。クジラックス先生、あのねロリータのアダルト漫画を書いてらっしゃるクジラックス先生という方がおられるんですけど、どんな方の人なんでしょうね。お、え、すご、本当やったぜ。お、パチ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 2つもらったね。めっちゃ手、相変わらずめっちゃ手、めっちゃ手ですけど、今日気づいたんですけど猫の手もいますね、人類の手に混じって。猫ちゃん肉球までポフポフしてた、イエイ。嘘、そうそう、この端っこのね、この辺って指じゃわかんない、そうそう、この辺からにね猫の手がいました。コメントしてるとよく見えない、おお、そうそう、な、確かにね、こうバーって文字に隠れて、そうっすよね、こうぜひね、こうまたもしね次ね出る機会があったらちょっとね見てみてください、猫ちゃんの手がありましたですね。まあ
結構思いのほかね、長時間の配信になってしまったので、こう、なんだろう、締めではないですけど、このね、まあ、表現における一番の肝、どうしてじゃあ私そこまでこだわるかっていうところに、ますと、これだけちょっと語っておきたいなっていうところがありますと、まず、作者の意思が一番大事であると、まあ最初に言ったと思うんですけど、では表現規制がなぜ私はね、嫌って思うかは、そのものづくりをする人を軽んじる行為だからだとね、なんですよね、思うのは。っていうのは、ものを作ったことがある人、イベントでも、表現、パフォーマンスでも、映画でも、まあ何でも、そういう方はね、まあならわかると思うんですけど、まあどんなくだらないようなね、どんなしょうもなく見える作品でも、それを作るってすごい大変なね、労力なり、こう、思考なり、すごい時間、労力、お金を絞りながらね、作っていくわけですよね。どんなくだらないように見える作品でも、それはね、必ずそうなんだよ。それがなんか、よくわからん、なんか、抗議が来るかもしれないとか、そんなしょうもないね、わけのわからん理由で、出せません、ポシャって、じゃあもうその手間を全部無駄にすることになるわけで、それはいかんでしょ、おかしいぞっていうね、ものづくりをする、今この表現規制がね、まかり通ってる状況というのは、ものづくりをする人間が非常に軽んじられてるね、状態やってね、それはね、断じて見過ごせんぞというね、気持ちですね。そうですよねって思うの。ものづくりの大変さを分かってもらえるのと表現の自由につながってくるかも、ね、そうだ、そうだと思うんです。本当ね。で、まあ、本当そう、分かってないことはないかもしれないですけど、やっぱそういうところをちょっと軽く見てるから、簡単に、いや、これは無理ですとかってね、言ってしまう。しかも本当は無理じゃないのに。本当に無理なことはしょうがないとはね、思うんですけどね。法律的に無理なこと、まあ、それはしょうがないと。大体はそう、自主規制であり、自主規制はもう勝手に本人たちがやってることで、無理じゃないんですよ、自主規制ってのは。一応学校でもものづくりするんですけどね。本当ね、本当なんか、図画工作、美術とかはもちろんのこと、なんか文化祭で演劇とかみんなやったことあると思うんでね。なんかこう、なんでわからないと。特に同じイベント業とかものづくりする人でもそういうこと言う人がいるから、なんかそういうものだみたいな感じでね、洗脳されてるところってあると思うんですよね。こういう言葉は使っちゃいけない、ナチスは使っちゃいけないとかって、演劇乗り気じゃなかったのかなとか、その辺は結構人によったりするね。本当わかんないですね、その辺は。人それぞれの人生のいろいろな中でそう思ってしまう何かしらのきっかけってあるかもしれないんですけど、ただこう、そういう問題じゃないかってね、そう思うんですけどね。正直私はどうしてそうなってしまうかわからないのでね。で、抗議が来るのが怖い。それはね、わかる。それもわかるけど、そこをちょっと骨がある態度を見せてみろよとね。まあ、抗議が来たら、いや、そもそもね、抗議が来ることがいけないっていうのがね、理解ができないのが、抗議が来たら、それに対して、いや、これはこういう意図ですよと言えばいいんです。で、そこからがスタートだと、まずそこからじゃないかっていうね。なぜ抗議が来ることを恐れて最初から出さないのか。でも、そのね、話し合いの中で、あ、やっぱこっちが悪かったってなったら下げればいいんですよ、初めて。で、多くの場合はちゃんとそういう意図じゃないって言うんだったら、で、向こうがイチャモンなら、それは毅然と突っぱねればいいっていうね。大人になったから、大人って臆病なものを指すとは思う。そうですね。まあそう。でもこれはね、私の今言ってることはね、大人じゃないとは思う。大人は抗議とかがあるから我慢しなさいっていうのがね、大人だと思うんですけど。ただ、それが本当に大人なのか、こうなのはこうなんじゃないかってね、はっきり言うのが本当の大人じゃないかとね、私は思ったりします。特に表現とかは、そうそう、子供同士ならなんでっていうのが、そうですね、本当に大人の対応はすみません、
本当そう、たとえ悪くなくてもすみません、面倒事になるぐらいのはすみませんで済ますのが大人の対応ってなってしまっていることが、そう思うとね、この表現に限らず日本社会全部の病巣だとかもしれないですね。抗議が来るかもしれないからそれはやめとくっていう、過剰にそれを恐れる、私はなんでって言っちゃうけど、いやそれが正しいと思います。どんどんね言うべきなんですよ、おかしいもん。いやそのね、悪い時は素直にね悪いことを認めることは大事だと思うんですけど、悪くないと思うんだったらそれはねはっきりね言っていいと思うし、相手が面倒いというか関わりたくない時も多い、いちゃもんつける人と関わるのやだ、あ、まあそれはねあるかもしれない、まあ、おそらく多くの人の本音はそうだと思うんです。めんどくさい人と関わりたくないから最初からめんどくさい人がね来ないようにしたい、まあ、それはねわかります、わかるけども、少しは作り手の苦労とか気持ちに思いを馳せてもらえたらと思いますね。またこの規制をね、自主規制っていうのは本来その作り手が自ら課すならいいと思うんです。ただ関係ない人がそれをつけてしまうのはね、例えばバトルロワイヤルなら、冒頭のねバトルロワイヤルだったら子供に中学生に見てほしいって監督は言ってんのに、他のもんがイチャモンつけて中学生に見せなくしてしまうとかね、めんどい時は母って流すそうね、謝るのも嫌だとかってあるもんね、ありますもんね、それ本当に。正しい、いや、ある種、それ一番大人の対応だと思います。200番目のコメントはネオさんでした。すごい、200件もコメントもらえて今日すごい嬉しい。ちょっと熱く語っちゃってるからし、長いしね、ちょっと。でもね、その、確かにね、それは悲しい。そういうことがね、もうあってほしくないんですよ、ね。あとでボロクソですよ。何年も前ね、そんなイチャモンなんか、そうそう、それでいい、それでいい、はーって流せるのは大人だと思います。私はね流せなくてね苦労してるんで、そう流せる人になりたい、スルースキル、まあ、特にねこういう配信とかやってるとね、多分ねだんだん必要になってくるスキルだと思うんですけどね、ちょっと学んでいこうと思います。表あー裏うぜー、そうそう本当にね、まあ、それでいいんですよ。これでいこう。そうそう。それでいい。それでいいんですよね、本当に。だからこう、めんどくさいやつは突っぱねちゃえばいいんだよ。もうそんなやつの言うこと聞かなくていいんだよ。表現者は。表現者も、イベントする人も。もっとはっきりね、そこはね、していったらいいと思います。作り手の意思がそれでね、曲げられてしまうのは良くないとはね、思いますけども。ああこのご時世ね、今テレビ局と YouTuber どっちなりたいっていうアンケート取った時に YouTuber になりたいって人の方が多いんですよ。この映像が自分が作れると仮定した場合っていう、でそれはテレビは自由がないからって、 YouTube の方が自由だからって、まあでもそうなりますよねって、パフォーマーもそうですよねって、本当そう、パフォーマンスもね、これやんなって言われることがたまにあるみたいですね。本当やだねって。本当表現者自由にさせろと。誰かを傷つけたり人の悪口とかじゃないんだったらね、じゃあいいじゃないかと。それでね、人が死ぬわけじゃないんだから、どうせ。人が死ぬかもしれないからちょっとやめた方がいいと思いますけど、人が死ぬとかでもないんだったら、じゃあやらしてやれよと。そう思いに応えろってね、思うんですけど、私も YouTuber の方がいい。本当そうですね。私もそうですね。テレビかどちらかというと。マイペースな人が増えてるっていう統計結果が出たってこと。まあそうですね。これはね、いい傾向だと思うんですよ。結局その、表現規制とか、こういう規制はおかしいって思う人が増えてきたっていうことだと思うんで。私もそう思う。もう本当ね、そう。ね、そうっすよね、本当に。だんだんね、マイペースというか、自分で考えて、まあ、小林さんはそのね、自主規制のゴーマニズム宣言の中に、脳を使えって言って、これがいいか悪いかってなったら、本当にいいか悪いか、脳を使って判断しろって言ってね、本当そうだと思う。脳を使える人が増えてきたんだと思う。新
頭ごなしに一概にダメじゃなくて、いいか悪いかをちゃんと考えて判断できる人たちが増えてきたってこと。仮に谷山さんに憧れる人が増えたら社会回らないよね。そうっすね、人類全谷山化したら社会は回らないですね。なんでね、これは本当に本当の本心でね、普通に仕事してる人は本当に立派だと思う。いや本当にそういう人たちがね、そういう生き方は私はできないんでね、できないからちょっとドロップアウトしちゃったんでね、会社員から。本当にありがたい、ありがたいっていうか、そういう人たちがいるおかげで世の中回っているって本当にそう思う。でも賢くなったと言えるかもね。そう、本当そう。うわー、私もそう思うよ。本当そうですね。正月も店が開いてるのはありがたい。いや本当そうですよね。昔はまあ閉まっててとはよく言ってましたけどね、本当なんか今、ね、店開いてないと、ね、コンビニなんかもね24時間365日やってないとはね、できない、生活できないんだよね、もうもはや。私はこういう生き方を選択しましたけど、でもそうじゃない生き方の人はね、それは心の底から尊敬します。だから見下すってのは違うと、本当そう、そうですですね。私もフリーランスになりたい、いやその気持ちがあればね、なれると思います。本当意外となること自体は難しくはないです。勢いと、あとやるぞという気持ちですね。自分はこれでやるんだっていう。じゃあフリーランスで食いたい、意外とねガッとやればね食えると思います。ちょっとまあわからないです。自分はなんとかなりました。うん、なる、そうなりましょう。なったら一緒に仕事しましょう。頑張る、本当ぜひぜひ。そのね強い意志がねあるならね、なれます。本当にとね、コメントとか見るとね、本当に素晴らしい考えとか感性の方だと思うんでね、ぜひフリーランスでね成功するタイプだと思います。ありがとう、照れる、いやいや、もう本当にこれは本心ですですね。やったぜ、本当。いやでもね、本当ネウさんみたいな方が増えていくとね、世の中は表現者の世界はいい形になっていくと思います。そしてまあ散々表現規制についてね嘆かわしい思いを語りましたが、なんだかんだでも先ほどの YouTuber の例もあるように、良い方に少しずつですけど表現規制は緩くなってきてるとは思います。テレビとかまたちょっと特定の業界はわからないですけど、自分が関わるイベントとかも、自分がイベント会社にいた時だったら絶対これダメだったなってことが今は意外と大丈夫だったりとかして、みんなちょっとずつだけど変わってきてる。それは私がこうやって発信していくことの影響があったのか、それともそうじゃなかったのかは分かりませんが、自分がこうやって思いを発信していったり活動していく中で、少しずつでもね人々の意識が表現に対するいい意識に変わっていったら嬉しく思います。お、後でいいので全然違う話を聞いてもらっていいですか。いや全然 OK ですよ、もう本当に。何でしょう、ですね、こう一応ね表現 YouTube に下に上がってたやつ、ああ樹海のやつ、あのローガン・ポールさんのやつですね、はい、シンクロニシティですね。ちょうどね私はあのローガン・ポールについて今日調べてたんです。あれはどう思いますか。まあ、個人的にはねアウトですね。すごい、お本当にちょっとびっくりしちゃったよ、本当にね。あれはアウトだと思いますね。っていうのも、まあ、やっぱ表現とかじゃないと思う、まあ、いわゆるもう完全に死者を冒涜しているだけだと思うので、表現ではない、どちらかというと抽象とかヘイトに近いカテゴリーのものだと思うので、そうそう、表現じゃないわとね、そう思いますね。でね、で結局まああの人その後もなんかネズミにスタンガン打ったりとか、そういうねちょっとそういうことやってんでね、ちょっと自分的には彼はの行動はちょっとないなと思いますね。
お、島田月さんがメダルを獲得しました。お、あ、おめでとうございます。メダル獲得をありがとうございます。それだけ見ていろいろしてくださったってことですよね。表現とかヘイトの境目は何だと思いますか。おー、あー、パチパチ、お、ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。猫いた、そうそう、猫いましたよね。パチパチの中に、ここね、右下、右下、左下か、逆の猫、そうそう、こういう遊び心いいっすよね、本当に。右下、うん、そうですね、表現とヘイトの境目は、やはり悪意の有無じゃないかと思うんです。悪意を持って誰かを傷つける、攻撃するっていうものは、私は表現ではなく抽象ヘイトだと思います。で、一見悪意、こう、言葉や記号ではないとは思うんですよね。ハーケンクロイツ、ナチスのマークは一般的にはヘイトと言われています。この人種差別のマークだと。ただ私はそれは違うとは思うのは、ハーケンクロイツを悪意を持って人種を差別する意図で掲げたら、それはヘイトだと思います。そうじゃない使い方であれば、それはヘイトではないと。そういう意図的な悪意を持って人を傷つけるか否か、そういうところかなと思いますね、ヘイトか否かの境目は。まあこれは非常に難しいところで、また違う話になるんですけど、ヘイトスピーチっていう映画がありまして、あの大阪芸大の人が撮った、学生が撮った映画で、ちょっとこれはね、どこでなかなか見る機会、見れる場所って少ないかもしれないんですけど、もしどこかで見る機会があったら、ぜひ見ていただきたい作品ね。あの、私がいたイベントホールでね、ちょっと上映をさせていただいたんですけど、まあ、あの、ヘイトスピーチをする人、ヘイトスピーチと戦う人、両者とインタビューをしている作品で、本当になかなかヘイトとかについて考えるに深い作品でした。悪意の有無って判断しづらいですよね。そうそう、悪意ないですってヘラヘラしてるやつがいて、ムカつくこともある。それなんですよ。なんかね、そこなんですよね。自分はね、こと、表層上の言葉にあまり意味はないと思うのは、いわゆる言葉遊びで、これはヘイトだ、ヘイトじゃないとかっていうことにね、そこは意味はないと思う。本当にね、お前がそれはどういう意図で使ったかどうか、そしてそれがヘイトかどうか、お前が一番よく分かってるだろうってね。そんなね、いや、これはそうじゃないし、そんな言葉使ってないしとかってね、言うやつもね、いるでしょうけど、そんなことはどうでもいいんだよっていうね、世の中がどう判断するか知らないが、俺には通用しないぞっていう、とかね、ちょっとね、思って、今、なんかそんなヘイトをぶつけられることってあんまりないですけど、そういう言葉遊びはね、どちらの意味合いでも言葉遊びに意味はないと思うんです。そうね、その、ヘラヘラしてるやつってだけで察しですけどね、ほんとそう。ほんとね、まあそういうやつはね、見ればわかるって。言葉がどうかじゃない、たとえ差別用語を使ってても、いや、これはヘイトじゃないなって、それは文脈でわかるし、へい、言葉、悪い言葉を使ってなくたったり、名指しじゃなくても文脈を見ればそれはわかるって。そんなことはね、もう見ればわかるだろうっていうことはあるんでね。対人って普通真剣ですよ、なものですよね。本当そうですね。人と人との対話で真剣じゃない人はもう何言ったってね、もうそれは聞くには値しないとね、思います、個人的には。そうそう、真剣に話してた、話す気がないやつは話す価値はない。本当にまさにそうだと思いますね。素晴らしい。ですね、あ、こうね、ものすごくね、長々と自分の半生を語るような形で、表現の話をすると己の反省を語るに近いような形になってしまうんですが、ちょっとなんか聞き応えありまして、いや、本当ありがとうございます。どこかでこれはね、ちゃんと語っとかなきゃいけないと思ったので、ちょっとテーマを決めてのトークで語らせていただきました。いや、楽しかった、あ、よかった、楽しかったと言っていただけると嬉しいですね。本当なかなかね、自分のこういう話を人とする機会たまに多少はあるけど、これだけがっつりする機会ってあんまりないので、まあ、これを聞いた方々が何か表現について少しね、思ってくれると私は嬉しいです。そして私はこういう意図で動いています。そう考える理由はこうですというね、このトークで感じていただけたらと思います。
本当にね、なかなかと1時間45分にわたりこう語らせていただきましてね、本当にありがとうございます。いや本当ね、お付き合いいただいた方々は本当にありがたいです。まあ、今日の、表現規制、表現規制じゃない、表現の自由についてのテーマとか、ではこれにて終了させていただこうかと思います。またいろいろなテーマでね、語っていこうかと思います。本当に皆さんありがとうございました。